突然ですが、皆さんは首を伸ばすことはできますか？今ちょっとやってみてほしいんだけど、やっぱり首を伸ばすって言っても、少ししか伸びないとね、伸びて2、3センチ。なんと僕は首を伸ばすことができます。こんな感じでね、ヨーマレテルトだということで、今回なんですけど、今回ですね、なんと、ありえないほど首を伸ばして、ゴールまで目指していくロブロックス遊んでいこうと思います。イエー。まあ、ちなみにね、どういうことかというと、今回にやるのがアスレチックなんだけど、首を伸ばすと。まず首を伸ばします。そしたら、次、こんな感じでジャンプができるというね、素晴らしいゲームなんだよ。さあ、そしてベビーモード簡単、ノーマル、ハード、なぜ？もう難易度は様々あるんだけど、今回はね、この首を世界一伸ばしていくロブロックスで、遊んでいこうと思います。ちなみに、僕の首が伸びすぎてやばいだろうと思った子は、高評価チャンネル登録してってね。はいはいはい。みんなね、もうね、どんどん進んでいくと、ね？キリンがいるね。何あれ？キリンの上にキリンがいて、さらにキリンがいて、キリン地獄なんですけど。いや、もうそんなの関係ない。もう僕はね、どんどん登っていくからね。長すぎる！とりあえず。ナイスナイス。さあ、これは赤いやつに多分触れちゃいけないのかな。いいねいいね。ここの辺は多分首伸ばさなくてもいけないか。よし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 。ちなみにね、この15分の0って書いてあるんだけど、15メートルまで首を伸ばせるみたい。さあ、首をね、伸ばしていって水を避けていきますと。はい、ジャンプしていく。もうこれもどんどん伸ばしていくよ。これやばいな、本当に。あ、死んじゃった。なるほどね。ちょうどいい長さにしないといけないんだ。これで水にも溺れないし、上の赤いやつにも触れられないと。ナイスナイス。にょっ。なあ、落ちちゃった。はい、首長ジャンプ。おー、なんかバグったって僕の頭。僕の頭バグったんですけど。勘弁してくれ、ほんと。よし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 。首長族。まだ僕の頭バグってるよ。この赤いやつはね、溶岩だから触れないように気をつけていきましょう。待って、僕今、75メートル首伸ばせんだけど、これはもはや最強だね。さあ、首伸ばしていって、よし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 。こういうところ慎重にね、慎重に首を伸ばして、首を伸ばしてジャンプしていく。これもうね、麦わらのルフィでもこれは無理なんじゃないかな、多分。さあ、そしてみんな見てください、ここ。気がついたらアスレチックがね、もう 15% も完了していると。ここにね、他のプレイヤーもいるね。まずは抜かしたいところ。うわ、落ちた！え？なんか僕今横に首なかった。横にあったぞ。さあ、40メートルまで伸ばして勢いよくジャンプしていきますと。ナイスナイス、いいねいいね。ここの首を伸ばして、首伸ばせるの？いいな。僕もちょっと首伸ばしたいんだけど。こんだけ伸びたら何でもできそうだぞ。はい、ジャンプ。一応ここもジャンプ。ナイス！さあ、そして皆さん、ベビーモードが終わって簡単に来ました。今のでベビーモードなんだね。もう赤ちゃんでも楽勝だと。こっからが本番危ない！危な！これ身長減らして。ああ、当たっちゃったか。なるほど、これ身長減らさないといけないのか。ああ、落ちちゃった！おー、横になるな、横に。待てよ、これ、いっそのことさ。こうしたらいいんじゃない？よし、ナイスナイス。なんだこれ。迷路だね、次は。首伸ばす必要ないけど、とりあえず伸ばしときましょう。なんか知らない人がいる。たどり着いてしまった。長っ。よし、首長族行くぞ。落ちちゃった。これ結構難しいぞ。うわー、たどり着かない。みんななんと、スピードコイルをゲットしてしまいました。これで足が速くなります。ちょっとやっぱね、普通に、プレイするだけじゃここギリギリすぎて難しいんだよ。これでだいぶ楽になったね。はい、ジャンプしていきますよと。ナイスナイス。え、これ無理じゃん。なこれ。届かないんですけど。なるほどね。こう行くってこと。マジかよ。頭100メートルまで行けるけど。多分ここ通るのかな。あー、死んだ、最悪。はい。ナイス、うますぎない、ちょっと。今日いいね。はい、どんどん行くぞ。何がどうしてそうなった。これはおそらく、
こういう風に徐々に登ってくやつだね。柱を気をつけつつ登っていきますよと。よし、ナイス。ここは多分首伸ばさずにいけるかな。はい、ショートカットしていく。待って、これショートカット無理。あ、いけるよね。よしよし、ナイスナイス。さあ、そしてみんな、こんだけやってまだ 29% なんだけど、このアスレチックだいぶ長くない？なんかよくわからない階段を登っていきますよと。はい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 。うわー、なんかむずそうなステージ来た。ノー！ 20 メートルまで首をきっちり伸ばして、はい、ジャンプして。はい。危ねえ危ねえ。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。はい、ナイス。ここは多分普通にいけるかな。よーし、いいね。待って、これみんな思ったけどさ、長くね、めっちゃ。超長いよね。長いけど、僕たちは首を伸ばしてどんどんね、ステージをね、進んでいくしかない。待って、最近やったアスレチック系のゲームで一番面白いかも。お！ついにノーマルステージまで来ました、皆さん。ノーマルステージ多分むずいぞ。さ、スピードコイルでちょっとショートカットしていくか、ここは、さすがに。はい。はい。うますぎる、ナイス！さ、そして、首伸ばして、首伸ばして、いいね。これちょっと水に溺れないようにしないと。これでちょっと頭下げないと多分ダメだね、ここ。よしよし、ナイスナイス。さあ、ここ上がって。はい。さあ、伸びて。はい。ナイスナイス。これも多分横からかな。はい。もうアスレチックはね、プロなんで任せてください、本当に。よし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 。てか、ノーマルでさ、今だいぶ難しいんだけどさ、これ、一番難しいやつとかになっちゃったらどうなっちゃうんだろうね。こういう時はスピードコイルをうまく使って。はい。はい、ナイス。よし、みんなどんどん行くぞ。もうなんとステージもね、50% ぐらいまで来てるんだよ。うわー、これむずい。はい、首長。首長。はい、首長ジャンプ。はい、首長ジャンプ。危ねえ。ナイス、ナイス。この赤の危険なエリアも、首長ジャンプで進んでいきたいところだね。ジャンプした後に移動していいな。こう。こう。うわあ！悔しすぎて声裏返ったわ。やばい、みんなね、このゲームノーマルが、ノーマルじゃない。ガチでむずい。よし、クリア！ナイス！ここは普通にいけるでしょう。はい、ナイス。ここもう首長族になって、どんどん行けば問題ないと。さあ、アスレチックいよいよ 52% まで来たんだけど、みんな見てほら、もうここまで来てるんだよ。最初のね、キリンさんが懐かしいね、本当に。なのこれ。首を長くしろって書いてある。ちょっと低くして調整して、ゼロにして、はいはい。これなんだ、大ジャンプ、大ジャンプ、大ジャンプ。わはは。やばい、みんなこれ世界一難しいぞ、これ。世界一難しいかもしれない。これリセットして、これで首をめっちゃ伸ばす。よし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 、これで多分、大ジャンプして、よし、ナイス。次何、次何。調整してね。さらに大ジャンプしていくと。これ忙しいな、このゲーム。よし、成功して、やった。待って、これさ、誰も成功してなくない？僕今、ここ見て。チェックポイント59って書いてあるんだけど、サーバーで多分1位だわ、これ。天才かもしんないね、これ。もはやむずすぎて、多分。みんなクリアできてないのかな？ってなるとやっぱ、1番にクリアしちゃいたくなるよね、これは。よし、みんな頑張るぞ。急ごう。さあ、みんな、そしてなんと、ここ見てください。60% まで来てしまいました。これやばくない？そして記念に、スピードコイルの他に、重力コイルを買ってしまいました。これでふわっとできるね。さあ、みんなどこまでも行くぞ。お、35メートル首伸ばせるぞ。35メートル首伸ばせるぞってもうおかしいんだよな、もう。もはや。何言ってるかわかんねえ。はい。うわ、これ赤い壁があるのか。触れたら死んじゃうから気をつけよう。次はこっち行って、こっち行って乗れるか。ナイス！は、は、は、ぴょーん。ぴょーん。ぴょーん。はい、ジャンプ！やったー！
さあ、そして皆さん、なんと、難易度ハードまで来てしまいました。もうもはやゴールは目前だね、これ。やっぱこういう細い道むずいわ、みんな。はい、落ちないようにね。しっかりね。はい、首長ジャンプ。はい、ナイス、落ちないように調整してまっすぐ。よーし。うわ、これめんどくさそうだな、ちょっと。はい。むずっ。うますぎん？ナイス。よーし、70% まで来たぞ。ここまで来たら、あとは 100% 行くだけでしょ。さあ、首長調整チャレンジ。ここでギリギリ溺れないから、次ここで高くしないといけないのか。よしよし、ナイスナイスナイス。はい、ジャンプ。待って、飛びすぎた、飛びすぎた。めっちゃ飛んでるぞ。はい、ナイス。はい、26メートル首長ジャンプ。やってゆく。みんな見てほら、最初のキリン。うん、落ちたわ。お、セーブされた。ほら、最初のキリンがあんなところにあるんだよ。しかも最初のステージこの辺でしょ？もうこうやってどん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 駆け上がってきてると。そしてバスからね、なんかね、首が長い人間が生えてると思ったら、あそこに顔があったわ。え、待って、なんかもうもはやサスケみたいなコースになってないよ、これ。サスケレベル99みたいな。落ちたらマグマなんですけど。怖いね、これ、本当に。よし、ナイス。これは多分普通に渡っていいのかな？いいね。さあ、この細い道も、しっかりと、一歩一歩、踏みしめていきましょう。とりあえず、これ消える階段だ。はい、ジャンプ。よし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 。で、赤い階段に触れたらいけないのか。はい、ジャンプ。いいよいいよいいよ。はい、ジャンプ。さあ、なんと皆さん、ついに、80% まで来てしまいました。首の長さもびっくり。マックス50メートルまで伸ばせるね、これ。とんでもないね、本当に。はい、一旦ここで落ち着いて、50メートルの首を見せつけていって、うわー、これ一番むずいやつじゃん、また。待って、140メートルまで首伸ばせるんですけど。はい。ちょ、待って待って待って、おかしいおかしい。で、これ下げないといけない。やばい。これで首下げます。え、ちょ、待って待って待って、やばい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 。首を一気に上げて、ジャンプ。首を一気に上げて、ジャンプ。うわぉ！ナイス！で、ここ大丈夫でしょ？これ制限あるね、これ。どれぐらい、これ、これいける？これいける？いったー！やったー！え、これ多分一番難しいんだけど。おぉ。20メートルの首に戻りましたよ、と。ちょ、僕ここショートカットするわ。いけるかな？おぉ、いけたいけた。ナイスナイス。え、さっきのところゴールできたの、いいね。多分、あれが一番難しいからさ。よーし、新しいステージに来たぞ。水の高さこれぐらいか。いいね、いいね。うわー、3個道が選べられるパターンね。まあ、ここにしとくか。ここ一番楽そう。はい、ジャンプしていく。はい、ナイス。さあ、ここ首伸ばして、ストップ。ここでしゃがん、なー、しゃがみすぎた。ここで少ししゃがむんだよな、多分。よし、これぐらい。で、ここでさらに伸ばしていきますよ、と。よーし、ナイス。いいね、いいね。さあ、なんと、ステージも、87% まで来てしまいました。もう本当にもう少しでゴールだからね、これ。レッツゴー、レッツゴー。にょん。おー！ 88% 達成だ！さあ、そして皆さん、もう僕たちが最も気になっていた難易度、なぜが来てしまいました。もうね、なぜなのかも僕もわかりません。一体何がなぜなのか、本当に。すごい気になるよね、本当。ちょっとみんな最後まで一緒にゴール目指して頑張ろうね。難易度なぜはむずいね、やっぱり。ちょっと、一味も二味も違う感じあるわ。ちょっと細くない？ちょっと。この柱。めっちゃ細いよ。わー！はい。よし。はい。ここ。はい、ここ。ストップ。はい。ナイス！待って、うますぎない？僕。
ここでしょ？ここでしょ？はい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 。さあ皆さん、そしてなんと 93% のところまで来てしまいました。これなんだ？うわー、これランダムのやつか。真ん中ね、とりあえず真ん中。次左と見た。待って、うますぎない？次右でしょ。え、真ん中、左、え、次どこだろう？また真ん中とか。真ん中、左、真ん中。うわー、真ん中、左、左だ。悔しいの、これ。今度負けると悔しいから、本当に。はい、左でしっかり汚れしてきますよと。この窓も本当に危ないね。待って、何気 95% じゃん。もうラストだよ、ラスト。はい、しっかりジャンプしていく。はい、ジャンプしていく。ナイス。なんだこいつ、なんかいる。誰か知らない人がいる。こんにちは。ここ難しいんだ、多分。苦戦してるね。はい。はい。どんどん登るぞ。よしよしよし。まだまだ登れるね。まだこれ一体どこまで進んでるんだ、これ。ここで終わりか。よーし。さあ、そして皆さん、謎が解けました。バスに乗ってた正体はこの子でした。長いね。書いてある。おめでとう。あなたはほとんど最後までやりました。しかしあなたは最後の障害を待っています。ようこそ。何これ。ガントレットって書いてあるんだけど。そんなむずいのこれ。大丈夫かな？ほんとだ。最後に何かあるんだけど。最終ステージだね、これきっと。みんなこれも頑張ってクリアしていくぞ。ちょっとね、ジャンプコイル使ってるけど。ちょっとジャンプコイル使うの一回やめるか。普通にやったらどれぐらいの難易度なんだろう。あ、でもそんな難しくないね、この辺は。タイミングよく首をね、伸ばしていくだけだと。はい。はい。はい。いいよいいよ。落ち着け落ち着け。はい、ここ。ナイス。さ、からの、あ、でもセーブが全然ないのか。なるほどね。はい。危ねえ。はい。よし、ナイス。うますぎる、うますぎる。コイルがなくても、クリアできそうだぞ、これ。首が長いからさ、どこで赤色に当たるのかわかんないんだよ、これ。危ねえ。さ、からの、これ何、水エリア。ただの水だよね。大丈夫だよね。よーし。さあ、みんな、一つ一つ丁寧に行きましょう。道を踏み間違えてはいけない。決して焦ってもいけない。一つ一つね。クリアへと、危ねえ。導いていくぞ。わ、これどんどん堀が深くなってるのか。怖っ。これいったでしょ。よし、ナイス。ここまで来ましたと。え、これ何？しかしもう一つチャレンジがあります。超難しくなるよ、わら。スーパーデューパーハード。どんだけ難しいんだよ。あなたはまだ引き返すことができますと。引き返さないよ。それは、心臓の弱い人のためではありません。え、ちょっと待って、これ何？怖いことが来るってこと？しかしあなたが確信しているなら、え、大丈夫。前方ですと。何？おう、セーブされたぞ、でも。来るよ。覚悟を決めて。何が来るの？ジャンプ。え？いや、何も起きないんかい。こんだけ煽っといて、何も起きないんかい。さあ、ということでみんな、なんと、このゲームを完全クリアしてしまいました。そして、正真正銘ラストのステージを課金アイテムなしでクリアできたからね。あ、スキビディトーレさん、こんにちは。とりあえず、この宇宙人みたいなワンちゃんの上に乗っていきます。やったー！これで完全ゴールだね。はい、ということでね、みんな今回の動画どうだったかな？首をね、長くしてジャンプ力を高めるロブロックスだったんだけど、楽しすぎてまたやりたいなと思いました。そしてみんなは危ないから真似しないでね。ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。